はい、こんにちは、しんやです。今日はなんとサメズにやってきました。おお、サメズといえば、もうサメズといえばもう1個しかないです。そうですね、これあ、免許センター試験場、免許試験場です。はい、もうサメズといえば免許試験場しかありません。いや、しかっていうのはあるんですけど、はい、まあ、これ有名ですね。というわけで免許の更新がやってきました。はい、5年ぶりにやってきました。ここに芦田さん毎回ここですか？毎回ここです。もう絶対ここです。そっか、誕生日ももう過ぎて、そう、過ぎてもうちょっとっすよね。もう3月24日までに更新しないといけなかったんで、はい、やってきました。はい、5年ぶりに。5年ぶりですね。なんとゴールドなので5年に1回でいいです。はい、おー、めっちゃいいですね。もう何十回目かのゴールド免許です。もう皆さんも、はい、もう僕を見習って有料運転を心がけてください。運転しないから結構ゴールドっていう説ありますけど、はい、で免許更新の時は僕いつも写真を持ち込んでるんですよ。おい、持ち込みできるんですか？もう持ち込みはもう当然。いや、僕毎回現地で撮ってましたね。いやいや、もう僕はもう必ず持ち込んでやってます。で、2、3年前に知ったんですけど、はい、その写真の背景をピンクにしてもいいっていうことが知ったんですよ。え、普通青とかっすよね。そう、え、それがなんとピンクもできるっていうことを3年ぐらい前に知って、そっから3年待ってやっとこの日が来ました。おー、ピンクといえばもう新屋さんっすもんね。もうピンクといえば僕です。はい、で今回その写真を持ってきました。おっと、ピンクっすね。すげー、はい、これはもううちで撮りました。あ、うちで撮ったのを出力、自分で撮りました。あ、でそのサイズとかありますもんね、規定が。はい、それに全部合わせて3センチと 2.4 センチです。めっちゃ詳しい。めっちゃ詳しい。ピンクっすね。ピンクです。それ使えるんすね、じゃあ。使えるらしいんですよ。へ、まあ、それを今日は検証しに。あ、なるほど、なるほど。そういうことですね。はい、ははは。今から行ってこようと思います。わかりました。じゃあ、行ってきます。これもう5年前に来た時から、なんか新しくなってますね、これ。新しくなってますね。建物が。そうですよね。全然違いますね。前はもっと古かったですか？前はもっとなんか2階建てとかそんな感じの。めっちゃでかいっすよ、だって。やったイメージなんですけど、まあ、5年前からもう綺麗になってます。あ、じゃあ5年前来た時はもう新しかった？新しかったです。あ、ちょっと待って、お金忘れた。え？お金ある？お金ないです。車に3000円くらいはありますけど。じゃあお金いくらかかるんですか？わかんない。手数料って感じだけど。でも違反してじゃないからそんな考えない。いや、でも手数料多分、いや、1円も持ってないから今。じゃあ持っていますか？じゃあ一回お金、はい、お金貸してください。はい、いくらなんだろう。一回止めれます？一回止めよう。はい、いや、なんとか藤枝くんが3000円だけ持ってたんで。一応調べた感じだと3000円ですよね。じゃあ4000円ないの？4000円マジないです。マジ大丈夫かなこれ。ガチで3000円、まあ最悪どっかで下ろすしかない。電子マネーかクレカがあったら使えたらいいんですけど。最悪使えないですかね、今のこの現代なんで。いや、使えるでしょ、立て直したから。5年前ですよ。じゃあちょっと、はい、行ってきます。はい、新さん有料なんですよ。めっちゃ有料。あ、有料だけ見て。そう、有料は有料だけ4時までやってるんよ。違反とかは結構長めのなんかビデオ見たりとかちょっとあるんですよ。なるほど。だから有料は結構遅くまでやってますね。免許証お願いします。写真は後で出していただきます。はい、それではこちらお持ちいただいて真後ろに戻っていただいて入り口の向こうの4番に出してください。はい、見て、ここピーポプン、ピッピッポップピーポプンのなんで言えないピーポくんのグッズって言うじゃん。全部上向いてる。すごいな。グッズとか、なんかお菓子とかめっちゃあります。めっちゃグッズあるんで。ここでしか買えないの。マジ綺麗。こう。やべ、ピーポくんに気を取られてどこ行くか忘れた。何番って言われたんですか。何番って言ってた。ちょっとなんか言われません。いや、僕ちょっと一緒に窓口行ってないんで。2番だっけな。2番かな。普通に考えたら2番ですよ。あ、手数料じゃない。早速。あ、手数料とりあえず払わないといけないんです。3000円で足りるかな。あ、ちょっと待って、あ、電子マネー使えるじゃん、これ。これもあれですかね、あの、この、ここに
は行きました？4番に行ってないです。あ、先4番ですか。それ使いたい写真ですよね、はいはい、先にね、写真審査があるので、はい、これ書いたらね、4番に行っていただいて、4番で OK かどうか。あ、分かりました、はい、はい、何も聞いてなかった。使えること分かりましたね。くれることは、これでみんな冷めずに来る人は電子マネー使えるんで、さすがっすね。新しいとか違う。どこ行くって言ってたっけ。4番忘れてて、ここに書いたんです。一回喋ると忘れるわ。どんだけだった。ここで写真の審査をするらしい、ね、写真これ無理だとどうするんですか。また撮り直して別日に来ます。写真用意しておこうか。じゃあ楽だ。いや楽よ。楽っすよね。まあ楽ではない。それは撮ってもらった方が楽だ。まあでも普通の人はこの照明写真ボックスとか使って撮るんだけど、はいはい、アプリですか。アプリじゃない、普通にカメラで照明3本焚いて照明写真ガチ勢で変な影できたらダメだから。そうそうですよね。結構むずいですよね。それはそれで。実際写真で作る方が出来上がる時間が少し遅くなっちゃうのと、はい、あとこれをまたこの機械の中で作るから色合いが少し変わってしまうかもしれない、はい、それでご理解ください。はい、後ろ下がっても記載台があります。はい、ここでネットワークのお名前とか攻め書きのものが窓口もあります。2番の窓口が2836ってね、送ってください。はい、この順番ね。はい、実際にもここはないですね。ないです。大丈夫です。じゃあこれまで回ってください。はい、よろしくお願いします。今あのマスクとか撮って写真、はい、本人確認して、はい、でこの写真が OK か判断してもらって、見事 OK が出ました。おー、それにすると今日はもらえないんですか、免許証。あ、もらえます。ただちょっと時間がかかります、普通より。ははは。でやっとさっき来た手数料のとこに来ました。はい、これ完全トラップですね。2番行きがちです。次4番ちゃんと聞いとかないなかった。全然聞いてすごい。もうカード各種と ID と楽天 AD とスイカとも使えます。 au pay は、 au pay はあのたい焼き屋だけです。あとあれはなんかどこでもなんじゃけ、どこでもワンちゃんみたいな。そうです。ない、全然ないです。クイックペイ、まあ、これ後で書いてね、この表側とあの裏側ですね。あ、そうです。そういえば先書いてくださいって言われてたわ。全部忘れてるじゃないですか。全然一個もクリアしてないです、言われたこと。名前書きます。はい、じゃあ藤枝君書いてこれ。書くんめっちゃ嫌いなんで。本人です。昭和50 全部言わなくていいです。090なんで番号振りますめっちゃオープンじゃないですか、個人情報。どうせ電話出ないから。電話出ないですか。そうするとあれですけど。質問。質問あります。過去5年以内において病気はない。皆さんもう常に元気ですもん。40年ない。言わないでください、40歳。40歳じゃないから。今日は令和。令和5年。3月17です。カオルさん誕生日から1ヶ月経ちました。お、じゃあ僕の誕生日から1ヶ月と1週間前だ。僕は当たり前のことです。あ、どこ行くか忘れた。書いてあるじゃないですか。うん、8番。8番。これ分かりやすいです。あそこの。あ、暗証番号登録するみたいな。ああ、暗証番号はじゃあ何にしようかな。022。何そんな言うんですか。めっちゃオープンじゃん。え、これ1と22個選ばなきゃ。2個あるんですよね。え、勝手に決めんのこれ。いやいや、あ、そうっす。吉田さんが決める。今決めんの。今決めるっす。どういうこと。でもなんかあんまり使うことない気がしますよね。次、適正3番。3番。はい、3番です。はい。これ何、視力検査じゃない、もしかして。視力検査っす。やば、最近ちょっと視力悪くなってるから。マジですか。上。上ですね、これは。右。上。下。これ下ですね。はい、結構です、終わりでーす。一瞬で終わりました。一瞬で終わった。おお。勘で言ったら全部当たった。いやいや、勘で言わないでください。危なすぎます。5番ね。5番で。更新窓口ってこと。はい。前の免許証に穴開けられました。はい、はい、9番です。9番。あ、なんか僕8トンまで運転できるんだ。そうです、そうです。じゃあ8トン買おう。いや、買わない。そのうち運転できない。引退したら乗ろう、8トン。ダメです。なんて言ってた。9番じゃない。全然聞いてないです。いや、喋ると
ここめっちゃ怪しくうろうろしてる人たちみたいな。あ、ほら、ここだ。写真です。あ、持参ですね。はい、はい、これね、持参の写真免許証使いますか。ここすぐ疲れたら2回、これ気をつけて進んでください。はい、はい、本当だったら今ので写真撮ったんだ。写真撮るけどスルーで行けました。はい、次上すんじゃん。お、すごい、エスカレーターついてる。エスカレーターマジ綺麗。しかもめっちゃ人ついてるね。ついてますね。あ、そうか、もう有料しか残ってないかな。あ、それはあるかもしれないです。こんなにいないんや、有料。いや、いないと思いますよ。日本に5人ぐらいしかいない。それはあれですけど、少なすぎです。なんて言ってたっけ。9番、あれ、わかんない。いや、9番来たよ。もう聞いてないと思って。あ、マジ、え、マジわかんない。え、なに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 。なに、更新窓口5番、違うか。いやいや、終わった終わった。終わって9番行って、絶対聞いてない。あ、しょう。でもここで待つのかな。みんな待ってますね。なに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 。え、配布されんの待つの。ここでもう、まあ、その可能性ありますよね。でも、有料運転者講習って書いてあるんですよ。え、受付に行くのかな。受付に行ってみた方がいいんですか。やっぱ講習があるんですね。講習は30分って言ってましたね。しかも4時受付で4時20分からなのに、今はまだ3時40分、まあ、とりあえず4時までここで待っております。でもなんかスペースもめっちゃある。これ仕事スペースやん。めっちゃいいですね。しばしここで待機します。はい、はい、講習受けてきました。お疲れ様です。はい、どんな感じでした。あ、もうやっぱ気をつけないといけないですね。いや、運転しないです、まず。いや、でも、はい、事故のあのあれって歩行者の事故がもう半分占めてて。なるほどなるほど。だからもう歩いてる時も気をつけないと。そうそうですね、確かに。事故に遭うってもう事故に遭うみたいなもんだから。なんか言いたいことは分かります。あ、もうできてるんだって。早くね。僕もかな、はい。まあ、一応行ってみますか。はい、はい、もうできてました。できてましたね。全然待たずに。すごい。もう写真持ち込みでも普通の人と一緒。そうですね、要は講習受けてる間にもう作られてるってことですね。そうそう、カードが。どれぐらいですか。1時間ぐらいですかね、講習30分で。そうですね、その前段階で30分ぐらいで。ピーポくんのグッズ買っとかなきゃいいかな。もうやってないし。あ、閉まってる。うわ。絶対いらないじゃないですか。これちょっと欲しい人は早めに。そうですね。あの、行ってください。もう5時までなのかな。もうほとんど閉まってますね。はい、無事免許が取得できました。おお、お疲れ様です。じゃーん、見事なピンクです。本当だ。ピンクだ、すごっ。でもこれ、あの、持ち込んだ写真をスキャンして印刷してるんで、はい、まあ、ちょっと色合いが変わってますが、確かにちょっとなんかそうですね、淡くなってるという感じします、ね。はい、まあ次回5年後はそれを踏まえてもうちょっと濃いピンクで出力したいと思います。めっちゃこだわりますね、写真に。まあでも全然、はい、もうあっという間に待つこともなく。そうですね、はい、僕も今後持ち込みにしようかな。持ち込みでちゃんとなんかいいっすよね。自分家で照明 3灯咲いて。照明ないっす。というわけで無事免許も取得できたんで、これから車で帰ろうと思います。いやいやいや、シャさん運転できないです。運転はできます。運転できない。そっか、免許ある。はい、じゃあさよなら。